コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私コンビニ社労士の安さやかです。先週は第100回目の放送ということで生放送をいたしました。お聞きくださった皆様、そしてツイキャスなどでコメントをくださった皆様、本当にありがとうございました。今週は収録となりますけれども、また1ヶ月に1回ぐらいは生放送をやっていきたいなと思っておりますので、皆さんに聞いてくださると嬉しいです。もちろんこの収録でも聞いてくださるとめちゃくちゃ嬉しいです。今日はゲストをお迎えしております。といっても初めましての方ではなくて、もう何回も出演をしてくださっている方なんですけども、今回も有限会社ヒューマンスタイルの千崎正和さんにゲストで出ていただいております。千崎さんは営業支援の会社を仙台でやっていらっしゃって、そして3月から私もこの会社の常務取締役として就任いたしました。彼と最近ですね、7月頭から FM 泉という仙台のコミュニティ FM 局でヒューマンスタイルラジオという番組をスタートさせまして、そこでコミュニケーションに関する話を30分の番組なんですけれども、一つテーマを取り上げてやっております。で、今回もその延長線上のような形で千崎さんとコミュニケーションについて話をしていますので、ぜひ CM の後お楽しみいただければと思います。彼はとにかく早口で喋りますから、そういった観点でもね、すごくエネルギッシュな回になっているんじゃないかなと思います。ぜひ聞いてください。この番組はウィークリーコンビニラジオですので、コンビニ業界に関わる方やコンビニが大好きな方が聞いて、あ、なるほど、役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です。皆様からのご意見ご感想ご要望をお待ちしております。 FM ギノワンのメールアドレスは 797@fmginowan.com、 もしくは私コンビニ社労士安さやかのツイッターを検索フォローいただき、そちらからリプライなど書き込んでいただきますか、もしくはダイレクトメッセージ、もしくはコンクリ株式会社の私の会社のホームページですね、そのお問い合わせ欄からいただけますと大変嬉しく思います。この番組は三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム絆アルファでおなじみ株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688、 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター、0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで
作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢工房。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、では今回はお待たせいたしました恒例のゲストのご紹介です。もはや準レギュラーと言ってもいいのではないかと思うんですが、有限会社ヒューマンスタイルの千崎正和さんです。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。千崎さん、なんとこのラジオ101回目なんですよ。うわー、なんかの歌なみたいで、おめでとうございます。ありがとうございます。先週実は生放送をやったんですけど。ああ、そうですよね。そういえば、はいはいはい、まあ、これから月1回生放送やってもいいのかななんて話をねしてたんですけど、どんどん増えてるそう生放送が、まあ、やっぱり生放送ってね、なんかちょっとライブ感あって面白いですし、はいはい、あとはZoomでやっぱりできるので、うん、それがねすごくいいかななんて思ってるんですよ。確かにね、まあ、生放送じゃないですけど Zoom で収録といえば、私たちも今、はい、7月2日からでしたっけ。3日ですね。あ、3日、はい、失礼しました。そう、3日の土曜日の11時からですね、はい、ヒューマンスタイルラジオっていうラジオ番組を始めて、はい、もう実は5回目まで収録完了ということで、はいはい、いやすごいなと思いました。なんか私結構これって今音声だけ収録して、はいはい、で後でジングルつけて編集したものを宜野湾さんにお送りしてるんですけど、今回ね、あのヒューマンスタイルラジオの収録仙台で生で収録、生で収録よくわかんない、ね、スタジオでね収録したんですけど、仙、はい、崎さんが全部音から何かを全てその場でやるっていうねえ、あれどういうスキルみたいな。多分ああいう収録ってないんでしょうね、一般的には。ないと思います、はい、多分こうやって音声撮って、で、はい、後で音声つけ て、そうそうそう、で編集したものを、まあ、スタジオにお送りするとか、ね、遠隔の場合でもかななんて思うんですけど、はいはい、その場で音楽、BGM、はい、マイクのオフオン、はい、全部やってカンパケみたいなカンパケですね。ほぼカンパケ状態で終わると。終わると。で30分きっちりかき終了っていう、はい、新しいスタイルですね。なるほど。あの大変プロデューサーが感謝されてます。いやあのスタイルはすごいと思います、あれは、はい、いやいやいや、やっぱりお見事って感じでした。ありがとうございます。私全然ああいう機材使えないので、はいはい、でもああいう風になんか私たちでこう番組を作っていく、まあ、これもそうなんですけど、はいはい、番組を作っていくと面白いですよね、やっぱり。そうですね、やっぱ発見が多いですよね。また新たな、うん、いろんなことが分かったり。確かに。あれみたいなね。そう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 、そうなんですよね。千崎さん的にラジオをずっともう4年ほどされてる、はい、そうですね、はい、んですけど、どういう発見が今までありました？意外とだから普段あの仕事で喋ってることと違うこと言ってること多いですよね、うん、違うというのはスキル的な話は一緒なんですけども、はい、観点が違うというか、観点が視点が違う話を結構してることが多くて、はい、意外とラジオでしか喋ってないことってあるなっていうのは感じてます。なんかそれちょっと気になる。そうなんですよ、まあ、例えば A というスキルがあったとして、うん、よく僕は例え話好きなんで、例えばとかね、うん、大事大事、例え話結構違うんですよね、ラジオ向けになんか。あ、瞬間的にネタが違ったり、まあ、本質的には同じなんですけども、はい、その時だけのネタがあったりするね。あれと思って急にパッて降ってくる、降ってきてプッと、あれと思って、なんだこれ、すごい、普段やれよみたいな。いや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 、多分なんか普段って営業研修とかコンサルティングされてて、はい、経営コンサルティングとかいろいろされてて、はい、そちらにあった事例をいろいろと思い浮かべられると思うんですよ。確かにそうですね。でもラジオって広く一般の方が聞いてくださっていて、はい、でそういう方っていきなり経営の話してもよくわからないじゃないですか。それをもう少し噛み砕いて、うん、一般的にこうイメージしやすいものに自動的に変換されてるってことなんですかね、はいはい、多分聞いてる層が違いますからね、全く、うん、当然研修とは確かに不特定多数の人に向けて喋ってますからね、うん、何か意識してる可能性はありますよね。そうですよね、無意識で。確かに、まあ、私もこれもそうですし、もう一つ そのヒューマンスタイルラジオもそうなんですけど、はいはい、やっぱりいろんな人が聞いてくださってるっていう前提で、なんか 反応したりとか、あと内容ももう少し簡易的にしてみたりとか、はい、そういうアレンジは確かにしてるかなと思います ね、 そうですよね、うん。まあ、このラジオはねコンビニラジオなので、はい、コンビニに関する話を
する番組でもあるんですよ、はいはいはい、絶対そうってわけじゃなくて、この意図としては聞いてくださっている方、特にコンビニ業界に関わる方の視野を広げる、そうですよね、お手伝いがしたいなと思っていて、はい、全く違う分野の話も積極的に取り入れるっていうことを大切にしております。はい、はい、せっかくなので、はい、そういう方が聞いてくださっているであろう前提の話で、はい、今日はヒューマンスタイルラジオでもよく取り上げているコミュニケーションの話、ちょっとしてみませんか。はい、出ましたね。あら、ね、はい、違うラジオの番組でも、そう、実はね、この収録をしていた、当日の朝ですね、はい、はい、実は仙台で収録をちょうど終えたばかりなんですけど、はい、こちらでもコミュニケーションの延長線上みたいな、宜野湾ではね、初めまして、ね、初めまして初めてかもしれないの で、ね、はい、ちょっと話をしていきたいなと思います。はい、いいと思います。はい、ありがとうございます。はい、こちらはね、ちょっと時間も長いですし、そうですね、はい、好き勝手にお話できる部分もありますから、はい、で、さっきもね、ちょっと営業の話、売り込む人の心理とかねっていう話もねしてたんですけど、はいはい、その営業にしても、例えば職場で働くっていうことにしても、コミュニケーションって必須だと思うんですけど、仙崎さんが一番大切にされているコミュニケーションのスキルでもいいですし、はい、マインドでもいいんですけど、はい、何でしょうか。一個ずつ挙げるとしたら、マインドとしては極力は相手が聞きたい話をすること、お、自分の何か言いたいことを言うんではなくて、相手の聞きたい話をすることが一つ、はい、うんうん、スキルで言うと、なんか今日さっき喋った曲もあるんですけど、反応リアクションにすごく、うん、重きが置いてます。おお、素晴らしい。じゃあせっかくなんで、ちょっとそこ深掘りしていいですか。はい、ですよ。はい、ありがとうございます。じゃあまずマインドについて、はい、相手が聞きたい話をするって、はい、私もすごく共感できる、はいはい、ところなんですけど、相手が聞きたい話をするためのマインドセット、はい、おこれはマインドの話なので、なるほど、マインドセットからちょっと話していきたいと思います。はいはい、どうなんですかね、なんかどうふうな心構えでいればそのスタンスでコミュニケーションが取れるんだろうかっていう、これですね、はい、時々お話するんですけども、はい、心のスポットライトという話をするんですね。心のスポットライト、またかっこいいこと、はい、スポットライトってこういわゆる一箇所照らすわけですよね、はい、ピンポイント で、うんうん、であれがどっちを向いてるのかってことね。あ、どっちっていうのは自分か相手かっていう、うんうん、自分向いてる人はやっぱり自分が何を話すかでずっと一生懸命ですよね。確かに、これ話そう、これ話そう、次にこれ言おうって方が多いんですけども、うん、はい、相手を向けてあげると、うん、この人のここに興味があるなとか、なんでこういう考えなんだろうとか、うんうん、このアイデアなんだろう、面白いなとかですね、うん、そういういろんな興味が湧いてくるんですよね。なるほど、はい、はい、うんうん、多分ここはマインドの根幹かなと。そうですよね、はい、私もよく人に伝える時には、相手に興味を持とうみたいな話をするんですけど、スポットライトっていう例えは面白いですね。なるほど、ありがとうございます。分かりやすい、はい、はい、要は自分に光が当たってると、はい、当然自分本位のスタンスになっちゃいますよね、はい、例えば自分が自分が私がとかっていう、結構アイトークになりがちだけれども、あなたはっていう相手に対してマインドを向けたいときは、そのスポットライトを自分から相手に照らしてあげるというか、そうです、そうです、そのイメージを持つってことですね。はい、そうです、そうです。深い。深いです。のっけから深いの来た。いきなりなんか冒頭からね。はい、なんか深いなと思って。でもそうですよね。話す人と聞く人っていうのが、いつもこう入れ替わってコミュニケーションって成立して、はい、少なくとも2人以上いないとコミュニケーションって成り立たないと思うんですけど、そうですね、はい、その相手に対して相手が喜ぶとか、うん、相手が何でしょうね、こう勉強になるなとか、こういうの聞いてみたいなっていう、はい、うん、心構えで、話をしてお互いにすることができれば、はいはい、めちゃくちゃいいですね、有意義な時間になりそう、なるほど。いや、これは本当大事ですね。そうですよね、心のスポットライトを相手に当てると、はいはい、いうのがマインドセットでございます。そうですね、なんかこれについてはまだなんか補足とかなんかありますか。そうですね、やっぱりその、
あのよく僕カラオケの法則って言ってるんですけども、ほう、カラオケ皆さん多分カラオケ行き方多いと思うんですよ、はい、まあ、こういうご時世だからね、なかなか行けないと思うんですけども、うん、そう、はい、必ずみんな誰かがまず歌うかでまず始まる、駆け引きが始まる、確かに確かに、初っ端誰が歌うどうするどうするみたいな、これちょっと18番じゃないけどなんかいろんなエクスキューズが入ってる、確かに歌が入って、あ、私もよくやっちゃう、そのエクスキューズとやら、でも1曲目入ったはいいんですけども、はい、その次にみんな当然1曲目入ると歌が始まって歌い出すんですけども、うん、次のコードがみんな電木、今電木ってね、うんうん、電動リモコン、うんうん、あ、 iPad のバカでかいやつみたいな、うん、あれでやるんですけど、あれにみんな次何歌うか必死なんですよね、あ、そうですね、聞いてないですよね実際、うんうん、僕は聞いてほしいですけども、うん、僕は聞いて盛り上げるタイプですけども、うん、間違いない、はい、一般的な方は残念ながらね、こうやって、あ、俺次ユーミン歌おうかなとかね、あ、そう、そうですね、それは次の次何歌うかって、うん、結局誰かは5分の1から5分の2は参加してない感じ、うん、ほとんど、うんうん、下手すると歌ってるだけ歌ってて4人で次何してるの、うん、切ない、それあれ結構寂しいんですよ見てて、ね、一緒に行ってる感じがしないですよね。そう、じゃあ一人でやったらいいんじゃないですか、カラオケだったら。確かに。自分もやったことある、でもそれ。多分これに近い感覚があって、はい、そう、うん、次何を喋るか、うん、ってことでいっぱいで、相手がいろいろ喋ってくれてるのにキャッチしないですよね。うん、例えばスポーツが好きですと、うん、特に野球が好きですって言ってるのに関わらず、うん、俺はサッカー、俺はサッカー、どうしようとか、ペガルさんはしようかとか。仙台っぽいとかね、なんか全然関係ない、はい、沖縄だったら琉球 FC ですよね、はい、サッカーチーム、はい、そうですね、そうそうそう、そう、琉球 FC、うん、俺この選手好きなんだとか、うん、次何言おうとかね、背番号しようかとか、うんうんうん、向こうは実は全然違う話してる可能性もあるんですけども、はい、そこに全く注目しないとか、うん、拾ってくれない人、うん、時々いらっしゃいますよね、はい、そう、うん、多分これカラオケと同じです、自分が何を言うかで必死で、うん、相手が何を言ったかとか、うん、何を歌ったかはあまり聞いてないというか、うん、下手すると聞く気もないから聞こえてこない、そうですね、うんうん、そう、気になるんですよね、あれ、確かに、あとはあれはちょっと逆の視点で考えると、じゃあ例えばカラオケ行きました、はい、でちょっとこう周りを見渡して、はい、この人たちが知っている曲を歌おうみたいなのは、これは例えば心のスポットライトなんですね、そうですよね、やっぱり、うんうんうん、年齢層とかね、はい、そうそう、だいぶ歌はあのギャップが生じやすいジャンルなんで、そうそうそう、昭和の歌からね、最近の歌のね、そうそうまあいろいろあるんで歌ね、はい、指向性強いですね、そうですね、いろんなアーティストの方、歌手の方いらっしゃいますから、そうそうそう、なんか例えば私だったらもうアイドル好きだから、はい、アイドルの曲を入れてくれたらめっちゃ嬉しいんですけど、はいはい、でもなんか全く違うジャンル、まあ、例えば演歌とかが入ってくると、はい、それはそれで面白いんだけど、はい、ちょっと乗れない、うん、なんか、あ、あはは、あはは、あ、次探そうかなみたいになっちゃう時もあるかなって思うと、まあ、相手が好きな例えば曲も知ってるとかだったら、はい、なおさらいいですよね、そうですよね、うん、なるほどね、そういう考え方分かりやすい、そうですよね、はい、なるほど、それがマインドセット、ね、心のスポットライトを相手に向ける意識、はいはい、まあ、つまり相手に興味を持って話を聞く、ね、あるいは引き出すというところですね、はい、でもう一つのスキルのところが、はい、リアクションということだったんですけど、ですね、はい、リアクション大事ですよね、大事ですね、おそらく一番大事じゃないですかね、あ、一番大事だなって仙崎さん、そう、はい、別の、ね、番組でもおっしゃってましたけど、はいはい、確かにリアクションすると相手がいっぱい喋ってくれる、そうなんですよ、うん、気がするんですけど、はい、例えば仙崎さん流リアクション術でいうと来ましたね、はい、これどんなものがあるんでしょうか、これまあいろいろあるんですけども、はい、まあ、ベーシックなものでいくと、はい、例えば相手が何か話してますと、うん、つまり相手からすると自分の話聞いてほしいわけですよ、うん、はい、当然、はい、で聞いてほしい時に相手が もし無表情無反応だったらどうかということです、あ、これ相当苦痛ですよ、はい、あの仏像に向かって喋るよ、うん、そうですね、そう、お寺の本堂でこんにちはお釈迦様とか言って喋るとは多分いないと思うんですよ、そういう人はお坊さんでも多分ないと思うんですけども、はい、これ1時間やったら相当ですね、そうですね、かなりの達人だと思うんですけども、うん、多分そんな人にあんまりいないと思うんです、確かに確かに、一般の方は特にね、確かにないと思うんですけども、はい、つまりその無表情無反応は一番ダメなんですよね、うんうん、僕よく申し上げてますけど、心には扉がありますと、お、そう、
その扉は重さとか枚数がみんな違うんですよっていう、うん、重さ枚数がみんな違う違う、そう、うん、開くスピードも違うし、うん、その枚数も違う、1枚開けたと思ったらまだまだあったね、あるあるある、なんかお城のね襖みたいな、うん、どこにいるのみたいな、バン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 みたいな、開けててもまだ扉みたいな、まだまだみたいな、またドアかみたいな。みたいなね、あれもありますし、はいはい、もう近づいただけで自動ドアみたいな勝手に開く人もいるんですか、確かに確かに、そういう方もね、まあまあ、まあ、周りにいらっしゃるんですね、うん、そうですね、それぞれ反応の仕方もそれぞれだし、違いますよね、そうそう、なんかどこに刺さるかっていうのも人それぞれだし、そうなんですよ、でもリアクションはやっぱ等しく大事だと、そうですね、これどんな、まあ、いろんな、ね、タイプのいろんな分析診断のね、あの、はい、ありますよね、いろんなパターンが、うんうんうん、あれは、まあ、あれでいいんですけども、それに関わらず、はい、反応が薄いっていうのはやっぱきついですよね、きついですね、もうね、なんか反応が薄い人って実は自分の反応が薄いって思ってない人もいませんか、ね、下手すとね自分いけてんじゃないですか、そうそうそう、もうしてるつもりになってるとかありそうで、でもよく言われるのが、はい、その反応にしても、まあ、プレゼンテーションを伝える側にしても、はいはい、自分がオーバーだなと思うぐらいがちょうどいいって、うん、そうですね、よく言われますよね、はい、だから反応が薄いなと思われがちな人っていうのは、うん、してるんだけどめちゃめちゃその反応がちっちゃいでしょうね、うん、声も含めて、そう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 、うん、やっぱりちょっとオーバーに表現する方がいいと、うん、そうですね、ちょうどいいかもしれない、そうですね、あんまり 150% ぐらいの力でもうフルオーバーにやっちゃうとそれはそれで相手も疲れると思うんですけど、そうですね、ちょっとうさんくさい感じになっちゃう、ね、ああそうですかとかだとさすがにやりすぎかなと思うんですけど、ちょっとやりすぎですね、はい、でもここでじゃあ皆さんがちょっとやってみたいなって思えるスキルを、なるほど、一つ二つが何かを伝授していただくことは可能ですか、はい、全然可能だと思います、太っ腹、ありがとうございます、せっかくですからね、本当はねこれ有料で聞く話だと思うんですけど、そうですね、もう、はい、聞き流してされてもらえばというわけにはというわけにはしてね、はいはい、もしよかったらね実践していただいた方が多分得になると思います、はい、ぜひぜひ、すぐ使える、すぐ使えるスキルですから、うんうん、例えば今言ったように、はい、無表情無反応が一番ダメなわけですから、うん、無表情無反応の逆は何かと言ったら反応したあげることですよね、はい、表情豊かに、うん、例えば一番いい表情ってじゃあ何かって言われたら当然笑顔はいいわけです、これ、うんですね、笑顔を具体的に言ったら何かと言ったら口の端、うんうん、唇の端と端、口角って言いますけども、はい、口角を上げることですよね、口角を上げること、はい、であのたまに勘違いされてる方がいらっしゃるんですけども、うん、歯は出した方がいいですよ、うんうんうん、歯を出してガハハッ、これなんかたまにね女性が歯を出して笑うと下品だとか言う人もいますけど、いやその下品とかいう以前の話そんな人まだいるの、あそういうこと言っちゃいけないそう、なんかこう手でこう隠してね、これね、あーおほほおほほみたいな、です、ね、いやあれかえってあの感じ悪いですよやられるとちょっと冷たい感じがするかもしれない、なんか遠い世界の人なんか、はい、クゲさんかみたいな、そう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 、クゲとかね昔のね貴族の方なんか、貴族貴族、今そういう世界じゃないんで、うん、今人類皆平等の世界から、うん、はい、ないと思うんですけども、もう歯を出してニカッと洗うこと、ニカ、そうこれよくあのじゃあどうやるんだって話なんですけども、一個あのスキルをちょっとお伝えすると、はい、割り箸をですね、割り箸、持ったイメージでこう日本指ね、これ人差し指の中に持って、はい、こう口に当てると勝手に口角が上がります、これ、へえ、こんな感じですね、え、見えますかね、当てるだけでいいんですか、そうするとほら口角が上がると、うん、目尻がコンマ2ミリ下がるんですよ、すごい、今マスクしてますよね大体一般的には、うん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 、マスクしてても笑顔って分かるんですよ、あ、それは目尻で分かるんですよ、なるほど、そう、うん、僕いつもマスクしてますけども、うんうん、こう口角を目いっぱい上げて、うん、結局相手に私はあなたの話を好意を持って聞いてますよってメッセージは伝えしてます、確かに千崎さんとお話ししてると目で笑ってるのすっごい分かります、はい、よくあの昔からの言葉あるじゃないか、はい、目は口ほどになんとかって、あ確かにそれぐらい目、そうです、もちろん口大事なんですけども、うん、今口が封じられてるね、そうですね見えないですからね、はい、だったらここで勝負ですよ、うん、目で勝負したいですよ、目で勝負、はい、そっか、歯を見せて笑うと目も、はい、自然にもしかしたらそうです下がりますから、うん、これは、なるほどね、これはちなみに JAL の、はい、あの CA の方がやってる練習です、実際研修で、うんうん、皆さんこうやってあのお互い顔を見て、うん、あえて口を隠して、うん、笑ってますかっていうやつ、そう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 ね、今ね映像じゃないから分かんないかもしれないけど、一瞬やってみたっていう、はい、これやるとクレームが7割減るって言われてます、7割も、これだけで、
すごっ。例えばあのよく登場するときに雑誌を渡すとかね、うんうん、あのブランケットを渡すとか、うん、ああいうときにどうぞって言ったときにニコって笑うと全然違うんですよ、クレームが。確かに。そうですね。あ、それブスッと、あいとか、あい、あいブランケットとか言うとね。それは怖い。そう。まあ、そんな人いませんけど、普通。はい、とは言っても、たまになんか、あの多分クールビューティーかなんか知らないですけども、うんうん、クールにやられてるんですよ、ね、うん。どうぞって言いながら、なんかあんまり笑うと。なんだろうな、ね。どうぞみたいな。そう、みたいな。なんか強い。冬のエネルギーを感じる。ああ、冬のエネルギー、ね、まあ、ちょっと気になるワードが出てきちゃいましたけど、うん、いますよね。なんかそれと思ったらこう、ね、あったかいですね、どうぞって、ね、あ、それいいですね。お使いくださいって言うとなんか、ああ、ってなんか使っちゃうかなって、意味なく確かに確かに読んじゃうかなみたいな。確かに確かに、なるほどね、はい、表情は目尻、そうですね、うん、目で笑うっていうこと。そうです、そうですね、はい、これならマスクしても全然 OK ですね、うん、でその秘訣は割り箸を口に加えるイメージで口角を上げると上げると、うん、むしろ下がると自動的に、うん、よく言われてますけど、笑う筋肉って発達がないらしいですね。あ、そうなんですね、はい、怒る筋肉はなんか32からないらしいですよ。え、そう、うん、よく怒ると目がつり上がるってね。あ、そう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 、ね、それはある、すごくある。この口のね、このような口角の周りのなんとか筋とかね、うん、いっぱい使うそうですよ、怒ると。へー、なんかある意味筋肉トレーニングはなりにはなりそうだけど、すけどもなんかあんまり詳しくはない。あんまり怒ってると、まあ、結構いろんなあの理屈があるんですけども、うん、結局シワが増えるそうです。怖そうだ。もしかするとあのシワが多い方は怒ってる方かもしれないですね。はい、ああ、じゃあ例えば実年齢よりちょっと上に見えるような方っていうのは、はい、そうですね、もしかしたら怒っちゃってる回数、ちょっと怒りが多いかもしれないですね。うん、なるほどな。全部が全部そうとはね、もちろん言えませんけど、まあ、そうですよね。そういう可能性はあるということですね。うん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 、重要ですね、それは。よくなんかね、皆さん笑いじわってよく言うじゃないですか。はい、あれ何が悪いのかなと思ってね。うん、エクボ、ね、ヤスさんもそうですけども、エクボにね、うん、笑いじわがあるんですよ。なんか私昔エクボなかったのに、最近エクボできるようになっちゃって。最高ですよ、エクボって。エクボは恋の落としなんですよ。そうなんですか、どうしよう。そうなんだ。そうですよ、女性に関してはやっぱエクボはある方って魅力的に見えますよね。そうなんですね。そうですね、美人とかそういう話ではなくて、うんうん、魅力的かどうかでね、非常に。まあ、確かに魅力的な人、そうですね。うん、すごく相手に与える印象っていうとちょっと変な言い方ですけど、受け取る印象もねいいですからね。そうです、そうです、うんうん、大事かなと思うのは一つと、はい、でかつその笑顔があった上で、うんうん、まず最低限やってほしいこと、うん、つまり相手に伝わる方法で、うん、あなたの話はちゃんと聞こえてますよっていうのを示すためにはどうしたらいいかというと、うんうんうん、まずは首を縦に振って大きくうなずくと、おー、うなずき、うん、うん、ってなるほどなるほどと、うん、そうですかと、うん、特に今ズーム時代ですから、はい、でズームだけがオンラインソフトではあれじゃないですけど、まあそうですね、しっかりだからあのズームがなんかまるでオンラインソフトの定番のように、ね、なっちゃってる今日この頃ですけども、確かにいくつかありますから ねバンドエイド的な感じで商品名がそのままあ、そう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 、オンラインっていうのをねズームでやりましょうっていう、そうなんですよ。でもそうするとまあズームで話すんだって私とかはなっちゃうんですけど、そうですよね、うん、そうじゃなかった方もいるし、うん、マイクロソフトチームの方もいるし、たまにだし、ね、Google Meet の人もいますし ね、たまにいろんな人がいらっしゃいますね。ハンガーウッドの人もいるし、うん、あの Apple で言えば FaceTime の方も、ああそう FaceTime もそうですね。いるわけです。はい、うんうん、なるほどなるほど。うなずく、はい、うん、確かにオンラインツールとかだと下手に声で相槌を打とうとすると声がかぶってしまって、はい、ちょっとうざいんですよね。そうそうそう、うん、あまり会話が成立しなくなることがあるので、はい、オンライン時代のそのオンラインでミーティングする時のリアクションは、はい、首を縦に振るとか、はい、そのいわゆるうなずくっていうことをメインにやった方がいいって、そうですね、いうのをですね、はい、雑誌でも見たことある、やはり、うん、うん、そうで、はいとか、ああなるほどみたいなのは、まあ、ある程度最低限に留めておけば、ね、オンライン通話に関してはいいと、うん、でも対面に関してはちょっと違いますよね。そうですよ ねやっぱり、うん、なるほど。じゃあうなずくっていうことはこれもちょっと例えばピコって、はい、ピコってやるだけじゃわからないの で、ね、やっぱりしっかりとうなずくってことが大事かと思うんですけど、はい、なんかこれ秘策があったような気がするんですけど、秘策これありますね。なんだか、いわゆる頭のね額があると思うんですけども、はい、額にこのおでこ、いわゆるの内出の骨ってあるんですよ。
神社、神社に出てくるやつ、振るとシャカシャカお金出てくるやつ、はい、あのイメージですね。もう自分の頭を振れば振るほどお金が出るという、おというイメージ。いいですね。で振ると、はい、なんかだいぶね皆さん振ってくるんですね。みんなお金欲しいから。はい、お金これは正義ですからね。チャリンチャリンチャリンって。チャリンチャリンって。はい、面白い。バンバン儲かっちゃう。でも本当に反応がいい人はね、人気があるから、人気があるところは人望があるように見えるんですね。そっか。はい。ってことは例えば自分で営業やってる人とか、はい、自分で事業やってる人は、はい、それがきっかけで売り上げにつながるかもしれない。そうですね。おお、本当のうちでの口実。まあせっかくだからコンビニの話もしましたけども、はい、店員さんなんかもねこれね例えば公共料金の話は僕行くわけですよコンビニ、うんうんうん、やっぱ反応いい人ってのはもちろん声もそうなんですけどもやっぱ声、うん、大きくうなずく人いますよね、はい、時々やっぱり感じいいですよね、うん、なんかこの子で払おうかみたいな、うん、あ確かに同じ1万円払うんだからこの子から払いたいなみたいなそれで、ね、結構やっぱりあるんですよね。ですよね。多分なんかデータがあるような気がするんですけどもそうなんかあのお店とかで並ぶ列っていうのがあって、はい、ありますね今で。そうそれが例えばなんか一箇所にこう何ていうんですか入り口ってわけじゃないですけど、はいはいまあ、レジはこちらから並んでくださいっていう場所があって、みんながそれにずらーっとこう並ぶ場合は、はい、ちょっと分かりにくいんですけど、はい、あの各レジに並ぶ列を作ってるお店もあるんですよ。そういう場合だと、やっぱり人気のあるスタッフさんのところにバーって並ぶって。まあそうですよね、はい。スーパーなんかもそうですよね。全くその通りです。そう、各こうレジにそのラインができてて、でやっぱり人気の人っていうのはすごいみんなが並ぶ。ちょっと時間かかってでもいいからって。やっぱりあの。それって美人とかじゃなくて、うん、反応がいい子だと思うんですよね、うんうん、元気のいい挨拶とか、うん、例えば、うん、やっぱお疲れ様とかね、そうですね、こちらでおしゃれですねとかね、うんうん、元気でいいですかとかね、うん、笑顔で言うとあなんか気持ちのなんかいいなみたいな、確かにこれがブスってね、はい、ピッピッって元気、はいみたいなやられそうそこまで何なのかなと思って、まあ、そこまではねちょっとあれかもしれないけど、でも例えばカゴを持ったお客さんが来て、はい、でお買い物がまあまあ点数が多いと、でそれを無言で受け取る人いますよね。いますね。店員さんで、あれはねやっぱりお預かりしますさっき本当自然におっしゃってたんですけど、はいはい、めちゃめちゃそれ大事なのと思うんですよ。そうですよね。うん、それもある意味反応だったかなとは思うんですけど、はい、そうなんかその時になんかちょっとこうお辞儀しつつというか、うん、そうですよね。はい、うなずく程度になるんですけど、あお預かりいたしますって、はい、やってお預かりできれば、その後はねお客様がお金払って持ち帰りになるわけなので、そうですよね、うん、とても重要かななんて思ったりしますね。一個だけあの印象に残ったエピソードがあるんですけども、はい、今ねヤスさんおっしゃったように、うん、僕もたまにいっぱい買うんですよ、うん、気に入ったなんか新商品があってうわーって代わりバーって買って、あ結構買い物買いすぎたみたいな買う時に、はい、一言女性の店員さんがいらっしゃったんですけども、うん、本当にたくさんのお客様ありがとうございますって言われて嬉しかったな、あーって見てるなって、ね、すごい当然袋も聞かないと持ってないの見てるから、はい、もう袋にお入れしますねって、うん、完全にもうそれでいいわけですよ全然、うんうん、どう見ても持ってないですよ、うんうん、あからさまに、うん、袋持ってません、いっぱい買ってます、うん、じゃあ袋いりますかって質問がまず野暮ですよね。確かにそもそも、うんうん、いくら有料だからだと思う、うん、そこでね大きい袋いりますねって言われたらもう100% 入ってます僕はあぜひぜひぜひって、確かにそうありがたいですよね。そういうほんと細かいポイント、ちっちゃいところの気配りがあるとすごく嬉しいですよね、うんうんうん、ああそれ大事で、うん、はい、なんかそのマニュアルのように、はい、袋は有料になりますがお付けしますかとかお入れしますかっていうのあるじゃないですか、あれじゃなくて、はい、もうそう今みたいな明らかな場合はお入れしますねって言って、いらなかったらあいらないですってなるんだけど、はい、基本はいでお客様の反応はシンプルに終わりますもんね。ですよね、いちいちで、うん、ね、必要ですかって聞くと、いや、確かに、いるに決まったんだよね、しかもなんかその必要ですかっていうちょっと怖いっていう、なんでそんなそこで払って買うものに怒ってるみたいなそう今ただではないんだよね。そうですよね、うん、それすごい大事だな。そうですよね、はい、よくあのね、仙台のあの漫才コンビで、うん、サンドイッチマンという大好きなコンビが超有名いますけども、はい、彼らがそれを逆手にとってよくネタにしますよね、うんうん、そうハンバーガー1000個持ち帰りですから、ね、あるある、うん、持ち帰るかやったら仕切れかったハンバーガー1000個ってバカじゃなくて面白い、あのネタ僕大好きなんですあのくだりがいい、ね、ハンバーガー1000個そう、あれはあの本当はね伊達さんがハンバーガーセットって言ったのに富澤がボケてなるほどな、そっか、そうハンバーガーセットって言ったらハンバーガー1000個ですかねお持ち帰りでってボケるの
アホかお前ハンバーガー専攻誰くんだって業者買って確かに本当ですね。お時間4時間少々いただきますなんでだっていやハンバーガー専攻はない4時間とかひたすらハンバーガーセットはハンバーガー専攻になっちゃうとお時間4時間少々いただきますそれは面白いあのボケはもうあこれ天才だなと思ってねうん面白いなと面白いですよね2回ボケてる同じフレーズで全くの余談ですけどねうんそういう空気をねよく感じですよね明るい空気明るい雰囲気を醸し出す、はい、いいですよねってことですね、はいはい、他に例えばこう声に出す反応っていうのもあればなんか一つでもいいの で、 そうです、ね、ちょっと教えていただくことは可能でしょうか、はい、全然 OK でございますやった太っ腹です、はいね、あの1対1なんかで多分使えると思いますけど、うんうん、オンラインでやってもね、はい、もちろんリアルなタイミングだったら絶対使えるんですけども、はい、やっぱりあの反応もちろん今言ったように、うん、頭振るのももちろん大事なんですけども、うん、それだけだと相手飽きちゃうから、うん、こいつずっと振ってるのか本当に聞いてないからねワンパターンだなと思われて嫌なん で、 そうです、ね、ちょっと変化欲しいんですよ変化欲しい、ね、ちょっと違う技が欲しいという時にぜひ使っていただきたいんですけどもこれ、はい、僕もそうですけども、いろんなこの大御所 MC と言われる方々大御所 MC さんまさんとかタモリさんとか、はい、女性だったら黒柳徹子さんとか、うんうん、ああいった方ねもう超人気長寿番組お持ちの方が、うん、ほぼほぼ絶対やってるであろうという、うん、声の出し方があるんですけども、うん、何か相手喋った時にちょっと驚いたんですよ、うん、あなるほどこれはすごいと思った瞬間に出る言葉が、うん、はぁーとはあですか。短いとね、はい、あれがちょっと反応薄いと思われちゃうのと下がっちゃうとため息なんだ。はあと。はあ。そうこれただのため息ですから。ちょっと怖いですね。ええ、目の前でため息になっちゃうと。せっかくね、いやこの間実はくじ当たったんですよ。うん、はあ。興味ないのかなってなっちゃいますよね。いい話してるのに自分が、うんうんうん、なんかこの人反応薄いなみたいな思われちゃう。逆効果なんで。うん、そうもしね相手がね私当たったら、はあ。はあ当たったんですかとはあ当たったんですか素晴らしいじゃなくてって今日こっそりすかね確かにぐらい言ってもバチは当たらないけどうんはあですねあもうね完璧な反応ですねありがとうございますさっきね冒頭で扉がある、ね、心に扉があるってお話したんですけどもこれ言われた瞬間に扉開きますお大変な方がこれでも開きますもんはあそうですよまさに今の使い方がね100点満点の使い方ですよねこう使えと、はい、お手本のような使い方ですよねありがとうございます扉開いたら当然相手は話聞いてくれるんですそうですね、はいはい、あなた話聞いてもいいよってなんで、こんにちはいいだねってこんにちはってなんですけど、はい、本当素晴らしいですよねこれものすごい万能僕これ多分一番初めに気づいたのは多分桂文枝師匠の新婚さんにいらっしゃいという番組おやったらいってます文枝師匠はもうめちゃくちゃ人気番組超長寿人気番組多分30年以上やってるであろう、うん、ずっと MC は桂当時三枝師匠今は文枝師匠です、ねうん、そうか名前変わってるんだって、ええ、落語っていうかねあの世界ですから、はい、名前を付くというそうですね、ええ、襲名されて、ね、よくある話ですけども、はい、何かあると必ず、ね、文枝さんがね、うん、あの振動か新聞質問して、うんうん、なんか言ってくると「はあそうだったの」って、うん「はあほんまかいな」とかね言ってる言ってるそう、うんうんうん、よく言ってますよねだから、はい、やっぱそれ長続くする理由ってそこなんだろうなって、うんうん、反応がいいからつい喋ってた次あそれは確かにあるな、はい、なんかそうやってなんか全身で反応してくれてる感じがしますよねはい、はいうんまあ、ちょっとでもなんか私にはできないかもみたいな人も特に女性に多いんですよね。ヤスさんあの例外ですけど、女性なんですけど全く例外で素直にやっていただけるから大変嬉しくてつい喋っちゃうの。ですけどリアクション王ということで。はい、かつてあのよく病院の看護師さんとかで、ね、こう研修やって、うん、はーとか言えって言うんですけど、うん、若い人が顔わからないから恥ずかしいですと。いや そんなに恥ずかしいから。別に放送基準を言ったわけでも、はい、何か締まりたいったわけでもないですけど、別に普通の言葉ですよって。普段多分反応したことがないやり方だからそうなんですよ僕はの、うん、患者さんに対して反応しなさいと例えばあの、うん、入院した時に一番不安なんですよ、うんね、パジャマに着替えて、うん、ベッドにちょこんと座って、うん、ああこれから何が起きるんだと確かに憂鬱だと検査か、うん、ああと言って自分は何日入院するぞっていう時に笑顔と反応があったらちょっと楽になった気分が、はい、その初っ端のね、うん、
ファーストセッションがいきなり無表情だと、うん、入院患者の気持ちはどうですかっていう、うん、なんか終わっちゃうぞと思っちゃう。なんか自分の人たちすごい思いぶきなんです。そう何聞いてもなんか無視されてる。そう自分はいつ頃退院ですか。怖いずっとこうカルテから見されて顔見ないで怖いなんか早くね、うん、熱は6度4分はいみたいな、うん、血圧は120はいはいみたいな、うん、事務的にやられた時 あの僕も経験ある、うん、あそうですか。あれ心が閉じますね。はあ、そうですか。うわ早く退院してって、つか今すぐ帰りてね。それは嫌だな、ね。実体験だったんだ今の話。そこではあと言われたらなんか、うん、そう今回こういった病気で入院されてるんですかとか、うん、そうねまだまだなんですよって言ったら、うん、はあとか言ったら、なんか聞いてくれてるのとか。まあ確かに一生懸命聞いてくれていいなって、うん、あなんか一緒に治してくれるのかなみたいな、うん、錯覚を起こす可能性があるわけですこれは。うんうん一緒にね直していきましょうっていうのが見えたらそれはそれで安心ですからね。やっぱり病気って根本は多分気持ちの問題だと思ってるんで、うんうん、確かに精神が病んではね、うん、治るもん治んないですね。そうですね。うんなるほどはーですか。まさにコンビニの店員さんがねこれ、うん、そうこんなに高級料おしゃれ入れてあるとはー電気とガスと水道と携帯はーこんなにいっぱいだってなかなかいないですね。だからね、価値がそこまでね。もしそんな先生がいたら、多分そこにあのなんか払いますね。お金は。そっか。逆ですよ。もう、うんうんうん。これ全員やったら多分それが普通になっちゃうね。そうですね。みんなではーって言うね。あ、ね、どこでもいいやね。うんうん、普段そういうね一般的な方はやらない反応するから価値がなんですよね。そうかも。そうかも。価値というものはやらないことをやれそうな価値がなんですね。うん。みんながやってることをやらないのはただの非常識って確かに確かにそれはなっちゃうんですね、うんうんうん、なるほどはあですね、はい、だいぶマスターしてきた気がする。もうこのラジオの時間で終わるんじゃないかマスターしました。完璧ですね。ありがとうございます。ちなみにはあだとちょっと抵抗があるかもみたいな人がもしいたとしたら、はい、なんか違うですか。なるほど、うんうんまあ、これは2つあって解釈をまた変える方法が1つですよね。はい、はいうんうんうん、基本的にあのこの「はあ」を言う理由は自分が恥ずかしいという話じゃなくて、はい、相手のためにやったんですよね。相手のためにこれしてあげるということです、うんうん、相手がね話を聞いてくれている、うん、一生懸命聞いてくれてるってことを、うん伝えてがためにやってるわけだって、うんうん、自分が恥ずかしいってあったらそれはまたさっきも言った二の次ですね、うん、それはスポットライトは自分向いてるんですよ、うん、確かにこんなこと言ってる自分は恥ずかしいって、うん、誰も言ったことないのに一人で「はあ」とか言ってるってあそうですね何これみたいな自分、うん、何の罰ゲームみたいな、うんうんうん、いや罰ゲームでも何でもないですうん、うん、なるほどね。相手のためにやると思えばできるだろう、はい、みたいな。そうですよ。コミュニケーションは言葉のギフトですからね、はい、あ素敵な言葉が出ました、はいはい、コミュニケーション言葉のギフトいただきましたってねいただきましたドン、ねえこれはい、素晴らしい。そううん、プレゼントってねよく話もある、うん、僕はなんかギフトって言ってる、うん、贈り物ですよね、うん、まあそうですよね、はい、なんかいい話聞いたなと思う時とかあこれ自分もやってみようかなと思う時ってやっぱりギフトをいただいてるんですよね、うん、そうなんですよ。その方の例えば今だったら千崎さんのお話っていうのは、はい、千崎さんのこれまでの経験に基づいた大切なギフトを私たちはいただいているっていうことになるわけだから、そこれはもう受け取る側は感謝して受け取る、はははってありがたき幸せ症状のような感じでね、そうそうそう、受け取るも両手で受け取る感じでありがとうございますと。ちなみにあの受け取るって言葉でちょっと一つ思い出したんですけども、はい、よくあの本とかでコミュニケーションと言葉のキャッチボールだっていうんですか、はい、あんまりあの話が好きじゃないんですよね、うん、確かにそういう一面はありますし否定はしませんよ、うん、キャッチボールって要は相手がこう受け取りするときに投げるという、うん、ことですよね、はい、だと思うんですけども、うん、キャッチボールで言葉のギフトが好きなんですよね。おキャッチボールがあんまりうんってこう違和感あるなって思われるのは何か、言葉を投げてるんですよね。あなるほどね。あそうかそうか、ありがとうどうもあいいんですけど、それはそれで確かに投げるは全然マシですけど、うん、投げるってどうなんですかね。人によってはドッジボールになってるかもしれないですよね。そうなんですよ、ドッジボールぶつけてるんですねわざわざ相手を倒しに行く、そうドッジボールと言いますからね、ドンパーみたいな、そうちょっとお前これやってみろって、取れるものを取ってみろみたいな、そうなっちゃうとね、ちょっと受け取る側はすごく負荷がかかっちゃいますよね。そうなんですよ、全然成立しないですよね、うん、会話が、うん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 、
でもギフトだったら例えばすごいこう近距離とかで両手でこうね、差し出せる、そうそう、どうぞお受け取りくださいっていう、あ、素敵だなそれ。同じ多分ありがとうでもね、これ、うん、ありがとうって言われたらすごくなんか感じがいい、うん、ありがとう、いくらこの辺に来たからって、イケててってなる。お前もな、パシッ。あ、そうですよね、全力で投げられたらこっちも全力で返しちゃいますよね。そうなんですよ、うん、何をみたいな、そう、なんだ喧嘩して、しまいに、それはそういう風に考えるとギフトっていう方が素敵だな。そうなんですよ、うん、悪くはないですけど、思う思う、そう、うん、多分アハハウフフフのキャッチボールなんでしょうけど ね、 それね、カップルが言えない、あれはあれでいいんですけど全然、うん、慣れたってますけどね、そうですね、うん、なるほどね、あ、いいですね、なんかすごく優しい言葉が、ね、はい、やっぱりいい言葉を使いたいものですね、ですね、なるほど、リアクション、いや本当にこの今40分ぐらいなんですけど、早いですね、あっという間に40分経っちゃいましたけど、うわ、そんな過ぎちゃった、そうなんですよ、もうなんかめちゃくちゃ学びが深かったです、ありがとうございます、はい、なので、まあ、今日ねこれ聞いてくださっている皆様で、はい、一つでも真似したいなと思うものがあったら、はい、ぜひもう今から真似していただきたい、う、ね、もう今からね使ってほしいと、そう思います、はい、でもしそれをやってみて相手からの反応でなんかすごくいい経験があったよとか、はいはい、あるいはまあ逆もそうですよね、やってみたけどちょっとなんか自分の思ったような反応ではなかったなっていう場合とかは、ね、もしかしたらお手伝いできることもあるかもしれないので、ね、そうそう、ぜひあのお寄せいただけたらなと思います、はいはい、FM ギノワンのメールアドレスは、はい、797@fmginowan.com でございますので、どっかで来てもらってちょっとどっか某番組と近い797ってはもろかぶりですけどね、はい、79.7 はね他の局もね使ってる周波数なんですよね、自分の番組じゃなくて、そうそうそう、 FM ギノワンも 79.7 なんですけど、まあ、797@fmginowan.com までですね、もしくはまあ私の、はぁ出ましたね、なるほどツイッターもしくは私の会社のコンクリ株式会社のお問い合わせ欄から感想や報告などをいただければと思います。はい、ということで素晴らしい、まあ、またねあの具体的にもっと聞きたいよっていう方は、はい、有限会社ヒューマンスタイルまたもやるで検索していただくと、去年から散々言ってるフレーズ、はい、最近ねあの例えば一番最初にゲストで出ていただいた時って、はいはい、結構仙台とかその宮城県、まあ、界隈ぐらいをベースにっていうような話だったと思うんですけど、はい、最近行動範囲めちゃくちゃ広がってませんか、ちょっと異常に広くなってますよね、ですよね、まあ、こういうことですよね、あんまりね、はい、こうガンガン言えませんけど、うんうんうん、そうそうそうなんですよ、これってまあ行くっていう場合もあれば、はい、オンラインで対応される場合もありますよね、はい、だから沖縄の方でちょっと話聞いてみたいという方がいたら、これオンラインでも対応可能だったりします？もちろんオンライン対応可能でございます、これは。ということなので、はい、ぜひ今ね本当に場所問わなくなってきてますよ ね、 そうですね、仕事、はい、オンラインツールの本当素晴らしさを感じてるんですけど、本当本当です、うん、その辺をねオンラインでもいいからぜひ聞いてみたいっていう方は、そうですね、有限会社ヒューマンスタイル、はい、もしくは千崎正和さんのお名前で検索していただくと、はい、もうね爪痕を残すうんともうね言わんばかりの検索結果が出てくるから個人情報の塊ですあれね、どうなんだろう、千崎さんってお名前自体が珍しいので、はい、あの先後先の先の先ですね、そうですね、長崎の先ですね、はい、そうですね、長崎の先ですね、はい、で仙崎さんなんで、はい、もう多分パッと出てくると思うんですよ、そうなんですよね、はい、ですからもう本当お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、私も3月からなんと常務取締役としてね加わらせていただいてるの で、 そうです、ね、こうやって仙台今ね仙台で収録してるんですけど、はいはい、仙台にも来ることがやっぱ結構増えてきました。そうですよね、はい、ということでね、まあ、沖縄東京はね緊急事態宣言が今週からスタートしてますのでそうそうそう、あの沖縄延長ですから、はい、本当皆さん感染対策等々気をつけていただいて、ね、ぜひコミュニケーションを楽しんでいただければと思います。はい、はい、ということで本日のゲストも、はい、もう有限会社ヒューマンスタイル営業支援そして経営コンサルタントをされている千崎正和さんでした。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。また出ていただきますので、はい、よろしくお願いします。また次回の好きだなんだはい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。はい、コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ、
あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、聞く味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、ということでゲスト、有限会社ヒューマンスタイルの千崎正和さんでした。もう準レギュラー並みにほぼ月に1回出てくださってますね。まあ、彼とは仙台で会ったり東京で会ったり、実は明日もまた東京で会う予定があるんですけど、かなり頻繁に今会ってますね。まあ、ビジネスパートナーとして私としても非常に本当に優しくしていただいていて、もうありがたき幸せでございますね。で、私のこういうコンビニ業界から日本を元気にしたいっていう思いも本当によくこう知ってくださっていて、で、何かできることがないかとか、まあ、安さんにぜひもう仕事をこう紹介したいって言ってくれるんですよ。一緒に仕事したいとか思います。彼とは4年ぐらい前に会っていますが、ここ1年ぐらいでかなり接近していろいろとお話をするようになり、そして彼のプレゼンテーションのトレーニングを受けることになり、でそれがきっかけでこの3月から彼の会社の役員として仲間に入ることができたという流れもあってですね、人生本当に何が起こるかわからないなと思います。今私も社労士法人と株式会社と、まあ、それぞれねやっていて、そして最近は特に株式会社の方のいわゆるコンクリですねの戦略をもっともっと実行に移して、たくさんの方のお役に立ちたいということでビジネスコーチをつけました。7月の先週かな、7月から。でずっとお願いしたいなと思っていた方だったんですけど、成り行きでつけることになりました。いやでも本当にですね、一人だとやっぱりなかなか実行力がなかったりするので、とってもありがたい存在になってます。まあ、こんな風にたくさんの方に助けていただきながら私も生きております。そしてこのウィークリーコンビニラジオも今回101回目でしたけれども、101回目、これから先もずっとずっと続いていける番組にしていきたいと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
パーソナリティはコンビニ社労士の安さやかでした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。